어때요? 이러니까 기분 나쁘죠? ジャスティスは俺にとって家族みたいなもんなんだ。たった一人の君にとっての妹さんのように。だから諦めてほしい。明日までなら預けるから。저스티스 못 키우는 거지. 미안해. 내일은 첫눈이 올지도 모른대. 내일은 꼭 좋은 일이 생길 거야. もうパーってば、女と揉めてるわ、犬は飼ってるわ、ストイックかと思いきや目いっぱい人生エンジョイしてんじゃないですか。お前ちゃんと通訳したのかよ。しましたよ。え、ダメでした？今日なんかあんですか？この前結構捕まったろ。人が足りないとかで久々表舞台に駆り出されることになったよ。表舞台？狭間ホールディングス創立30周年パーティー、親父さんのガードですって。よっしゃ、まだ出られないのか。すいません。もういいや。三島。はい。お前来い。行くぞ。外しときなさい。本日は当ホテルをご利用いただき。斉藤社長、いや斉藤元社長の姿が見えないようです。今日は当社の30周年記念というだけではなく、ご子息である龍吾さんの
初披露も兼ねているんです。こんな大事な日に遅刻など失敬なことは許されませんよ。何が失敬だ、真空ごとき社長を騙してスキャンダルを仕組み、暴落したうちの株を一気に買収した。やり方が汚いぞ。君の言う通りだ、私たちは汚い。それが生きるということだ。ご紹介に預かりました風間でございます。本日このような良き日を迎えることができましたのは、鶴田一郎先生、大峰茂先生をはじめ、ここにお見えになった皆様のおかげと思っております。今日はこの場をお借りして、壇上からではございますが、長男の龍吾より感謝の気持ちを込めて皆様にご挨拶させていただきたいと思います。ご存知なかったですか。西島と言います。お嬢様の運転手は、まあ、あとは雑用関係を。失礼いたしました。改めて龍吾にご挨拶をさせていただきます。皆様、大変失礼いたしました。では改めてご挨拶をさせていただきたいと思います。本日はお忙しい中お越しいただき誠にありがとうございます。
ホテルセンシアルの元社長斉藤和弘とその一家を至急保護しろ。どうしたんですか。いいから急げ。各所が連携し緊急配備して。ええ。